桃花英二のぶらり歴史探訪チャンネル。今回は2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」関連の史跡として源義経終焉の地高立奇景堂を紹介したいと思います。以前源義経の妻子のお墓を紹介した時にも軽く説明しましたが、鎌倉殿の13人で菅田将暉さんが演じている源義経は、岩手県は平泉の地でその最後を迎えています。ちなみになんで源義経が平泉に落ち延びたかということあまりご存じない方もいるかと思いますので、軽く説明。大きなポイントとしては2点。実は当時岩手県の平泉の人口は京都に次いで国内第2位の規模を誇っていました。なので京都から落ち延びるにはうってつけの場所だったというわけ。そして2点目としては、その平泉を支配していた奥州藤原氏とは義経かなり強いコネクションがあったということ。実は義経の母常盤御前は源頼朝や義経の父の源義朝の死んだ後、大蔵卿藤原義成と再婚しています。でこの義成のいとこの藤原忠敬の子が、陸奥守兼、鎮守府将軍の藤原元就っていう方だったんですね。でこの元就の娘が奥州藤原氏の3代目当主の藤原秀衡の奥さんで、4代目当主の康衡のお母さん。つまり義経にとっては奥州藤原氏はお母さんの再婚先の親戚にあたるというわけです。これはね、母親の違う頼朝にはない義経独自のコネクションだったというわけですね。ぶっちゃけね、こういったことを大河ドラマとか、あとは歴史の教科書であまり語られないポイントなので、これ覚えておくと割とすっきりするかなと思います。ただ藤原秀衡は自分の跡継ぎの康衡に対して義経を主君として仕えよと遺言していたのにもかかわらず、康衡は頼朝の圧力に屈して義経を攻撃。でその後康衡は義経の首を頼朝に送るんですけども、でね、鎌倉幕府に恭順の意を示したわけなんですけども、頼朝はこれをあっさり拒否して奥州征伐を実施。結局ね、三代目当主秀衡の遺言に従わず義経を裏切ったのに奥州藤原氏は滅亡と。秀衡の死去わずか2年後のことだったと言われています。でその源義経が攻撃を受けて自害をした場所が、何を隠そう、平泉にある高立奇景堂。ここは北上川をね見下ろす高立と呼ばれる高台にあって、源の砲丸九郎義経の屋敷があったことから、砲丸立て、半丸立てとも呼ばれています。で、源義経はね藤原氏4代目当主の康衡に襲われて妻子を自ら殺害した後、ここで自害。義経の首はね鎌倉に送られて、遺体だけが、この地に埋められて、そこに小さな祠が建てられたというわけです。でその祠は年月とともに風化したので、天和3年、1683年に仙台藩主第4代の、伊達綱村が新たに奇景堂を建立。現在のお堂はね文化5年1808年に再建されたものになります。江戸時代中期のね、宝暦年間の作と言われる、甲冑姿の義経像が本尊として祀られてて、で、この義経像、映画やテレビドラマで見るね、細表の美男子像の義経とはちょっと異なって、堂々としたタイプで、甲冑をつけて、その上に衣をまとって、鼻の下にはね、ひげを蓄えているという、まあ、非常に立派な特徴がある像になっています。また、この敷地内にはね、奥の細道の夏草碑もあって、松尾芭蕉が平泉を詠んだ有名な歌「夏草やつわものどもが夢の跡」このねちょっとあとは奥の細道の一節が刻まれています。その一節こんな感じです。三代の絵を一水の中にして大門の後は一里こなたにあり、秀衡が後は伝也になりて金桂山のみ形を残す。まず高立ちに登れば北上川南部より流れる大河なり、衣川は泉が城をめぐりて高立ちの下にて大河に落ちる。安平が旧跡は衣が関を隔てて南部口を差し固め蝦夷を防ぐと見えたり、さても疑心すぐってこの城にこもり大名一時の草むらとなる。国破れて山があり城春にして草青みたりと傘打ちしきて時の移るまで涙を落としはべり。まあこれをね、ざっくりと現代語訳すると、3代にわたって栄えた奥州藤原氏の映画も一水の夢のようにして儚く消え去っていて、藤原氏の館の大門の跡は一里ほどこちらの方にある。で、藤原の秀衡のね館の跡は田んぼや野原になっていて、金桂山という山だけが昔の形のままだと。で、まずは高立に登ると眼下に見える北上川は南部から流れてくる大河である。で、衣川は、泉の城を取り囲んで流れていて、高立の下で、北上川に流れ込んでいる。で、秀衡の息子の安平たちの旧跡は衣が関を間に置いて南部地方からの入り口を厳重に警備していて、蝦夷の侵入を防いだものだと思われる。それにしても義経は忠義の家臣をよりすぐってこの城に立てこもって戦ったが、光明は一時のことで今は草むらとなっている。戦争によってね、首都が破壊されても山や川は昔のまま変わらずにあって、荒廃した城内にも春が来て草や木が深々と生い茂っていると、徒歩が詠んだ句を胸に、傘を敷いて腰を下ろして時が移るまで涙を流したのであったと。まあこんな感じですな。松尾芭蕉の作品の中でも特に有名なあの句が詠まれたし、そういった王子を忍びながらいろいろと見て回るのもいいんじゃないかなと思います。ちなみに中尊寺金色堂や毛通寺と比べるとここは比較的観光客の少ない穴場スポットですので、個人的には割とゆったりと見られるおすすめ観光ポイントでもあります。皆さんもぜひ一度足を運んでみていただければと思います。それでは今岡英二のぶらり歴史探訪チャンネル、次回もまたお楽しみに。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック。高評価やコメントもお待ちしております。